ハタボーチャンネル皆さんこんにちはこんばんはおはようございますハタボーです今回は急遽 Vlog に変更しました理由は先日イービルがヘビーのベルトとインターコンチのベルトを取ったんですがバレットクラブにも入ってしまいました私にとってとても衝撃的な 出来事が起きてしまいました雑誌も買ってきたんですがこんな感じです表紙です表紙今までの雰囲気から変わってコスチュームここの目の下の黒い部分あと髪型変わっていましたへショックだな試合も前より 痛いやり方になっていてそのせいで SNS でこんなに応援している人が叩かれているのを目にして何とも言えない悲しい気持ちになりました中にはひどい言葉も結構ありましたね見ていて落ち込みましたまだねイーヴィルがヤングライオンだった頃に優しそうな好青年に。 私は見えててそれからずっと応援してるんです内藤さんのことはそれよりももっと前からだからイービルが海外へ修行へ行った時も海外に行くとなかなか情報が入ってこなくなるのでたまに見つけて安心してましたねそろそろ帰ってこないかなーって思っていたら内藤さんのパレハで帰ってきた時は嬉しかったですね もっとナチュラルな感じで出てくるのかなって思っていたので、キング・オブ・ダークネスになっていてびっくりしましたね。でもその前に内藤さんが正義不能になっちゃったんで、まあまあ、すぐに受け入れて応援してる二人が組んでいるからとっても嬉しかったです。以前、正義の味方やヒーローを演じるよりも悪役を 演じる方が何倍も大変で本当に心が立派な方しかできないという話を聞いたことがありますだからイービルも悪役ができるんだなって私は思っていますまあそんなわけで私がこんなに心から応援しているイービルがこういうことになってしまってこれからどうしたらいいか分かりませんお部屋お部屋だってこんなだしどうしようもうね本当 許されるならば前がロスインゴで後ろがバレットクラブの T シャツを作ってほしいです本当にそういう気持ち新しい厳しい道へ一歩踏み出したイ、e、ービルをこれから私も少しずつ合わせていけたらなと思っていますロスインゴとバレットクラブ両方応援しないといけないから結構大変ですね でもイービルがこうなってしまっても私の気持ちは前と変わりませんそして最後になりますが私から一つ大切なお話がありますいろいろなところにイービルが凶悪で悪で悪人というような内容が結構あったんですがそれは違います悪役です あくやく悪役悪役だということを分かっていただけるととてもありがたいですちょっとだけ見ると怖く見えてしまうかもしれないんですがそれは違います普段からパイプ椅子で人を殴ったりはしません心から応援している者の,の一人として切なる願いです 分かっていいたただけたら嬉しいですこれから私のこの後ろも変わっていくと思います急に変えることはできないんですが少しずつ変化していくと思うので内藤さんと別れちゃったからどうしようか悩むんですがロスインゴとバレットクラブ半々にするかちょっと考えようと思います悩むなーそんな変化も見ていただければ嬉しいです というわけで今日の動画イーヴィルがバレットクラブに入ってしまったという内容だけだったんですがいかがだったでしょうか本当はね泣きたいんですけど最後まで泣かないでお話しすることができました心では毎日泣いてますがグッとこらえて20日の後楽園ホール見に行こうと思っていますはあ もうね、泣きたいのをこらえてますよ。だから、この気持ちを込めて、エンディング、今まで私が撮ったイービルの写真で作りました、特別バージョンです。ぜひ見てください。そんなわけで、今日お話しした内容で、ちょっとでも共感できた方は、グッドボタン、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。 ではもう見ることがないイービルの姿になりますのでエンディングご覧くださいまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ